ドラフトで名前呼ばれた瞬間最初に思ったことは何ですか、はい、じゃあまず僕からいきますね。いや呼ばれてない呼ばれてない呼ばれてないです。俺たちの天海先輩は、まあ、俺は呼ばれたってか呼んだんだけどね。まあ、じゃあドラニのクク君。はい、もう多分パッとなったのここで出会いじゃない僕は。じゃあ最後ニーナさんですね。いやニーナは正直もうなんか今年もダメだったかと思ってもう、ドラフトで名前呼ばれた瞬間最初に思ったことは何ですか、うん、じゃあまず僕からいきますね。いや呼ばれてない呼ばれてない呼ばれてないいやよかったーってよかった、うん、Mリーグの時の気持ちエブリーグの時Mリーグの時はもう確かにそうだどのドラフトか言ってない よかったーってほっとしたっていう感じです ね、 本当にねめちゃめちゃありきたりだなそういやだからもう本当に大本命大本命とね無限に言われ続け、うんうんもうまあ、渋川とあと誰だろうねと言われ続けね言われ続けてますねそう本当にプレッシャーだったけど呼ばれてホッとしましたね本当に桜のいつかパイレスかみたいな、うん、本当にホッとした、うん、よかったっすよね本当に、はい、素晴らしいということでした、はい、だってドラチの天海先輩は、まあ、俺は呼ばれたってか呼んだんだけどねまあ、なんて自分も言えないわけじゃないですか、この場にいるか。すごい複雑なんだよね。自分で読むの。グラディウス。自分で読んでましたね、しっかり。まあでもあれはなんでしょうね。あ、天下、うん。グラディウスか。ジャンゴ、個人的に。ピンク色。で、1位ではないだろうなって思ってて、ね、他にもね、呼ばれる人いるから、さすがに1位ではないから、以上。まあ、2、3回で呼ばれたらいいなって感じだったんで。ジム・グラディウスが交渉権を獲得いたしました。うんまあでも嬉しかったっす、もうシンプルに。いや、うん、あ、今回も打たしてくれるんだっていうのがあって、うん、まあ同時に、ああ、頑張ってやんなきゃいけないなっていうのもやっぱりあったりとか。そう、リーダー。すごい。リーダー。心が2つあるって感じでした。はい。ドライチはね、名誉ですから。外れ1位ですけどね。いやもう当たり1位当たり1位当たり1位ではないですハズレ1位まあでも山田哲人もハズレ1位だったんでね頑張りますそう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 、はい、ハズレ1位から大活躍でお願いしますトリプル1位トリプル3位取ります、ね、はい、はい、ありがとうございます全部のね個人優勝個人取ります、うんはい、じゃあドラニのクク君はいもう多分パッとなったのここで出会いじゃない僕はなんかまずもともとなんかもう選ばれることもないんじゃないかみたいなそのままなんかもうなのでそのなんか事前のそのなんか同時配信とかもせずお風呂の中で麻雀をピチピチやりながらでも麻雀ってたんだでも麻雀しながらどうしてんだろうなここってなりましたねここなかなかサプライズ指名でしたねでサプライズ行きましたね本当にサプライズとしてもなんか出たら自分としてもみんなにサプライズするんだなと思ったら逆にまず自分がここでサプライズ食らいましたまずは本人にサプライズうんそうじゃあ最後ニーナさんですねいやニーナは正直もうなんか今年もダメだったかと思ってもう画面も見てなかったんですよ背底だからねそうもう背底でああもう有力候補の人考えて無理かみたいな自分なんだと思ってすごいなんか、うんそこが一番大きかったからなんか嬉しさの前にまずめっちゃ驚きが来て、うん、でなんか数秒で噛みしめて、うん、うわーってなってよっしゃ頑張ろうって気持ちになりましたね、うん、見ましたよ同時視聴てたという、ね、見ましたか、ね、もう最後らへん焼けになってたんでニーナやっぱりかっこ焼け酒って感じ一番やっぱ交流があったのすごく知らんけどグラディエスが自分の中では多分呼ばれるとしたら可能性が一番あるなって思ってて、うん、ドラ1天海司って言ってチームの色的にもしかしてこれは全然違うのかとか思ってはい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 、はい、でそう風見ククってなってコザ最後はなんかもっとこうめちゃくちゃ強い人に寄せるかすごい成長を見込む感じになるのかなの二択かななるほどねなるほどねまあでも選ばれなくても雀生計画は続くしやっていこうみたいな感じで切り替えてたんですよそうだからそこで呼ばれてすごい嬉しかったけどやっぱ自分なんだが一番大きかったですああ、うん、みんな驚いたんだねみんなはびっくりですね、まあ、結構意外なチームにはなったと思うんでね、うん、はい楽しみですね